こんにちは。岡本かの子作寿司の10回目最終回をお送りします。息子には学校へ行っても学科が見通せて分かりきっているように思えた。中学でも彼は勉強もしないでよくできた。高等学校から大学へ苦もなく進めた。それでいて何かしら体のうちに切ないものがあって、それを晴らす方法は急いで求めてもなかなか見つからないように感じられた。長い憂鬱と退屈遊びの中から大学も出、職も得た。家は全く潰れ、父母や兄姉も前後して死んだ。息子自身は頭が良くて、どこへ行っても相当に用いられたが、なぜか一家の職にも栄達にも気が進まなかった。二度目の妻が死んで50近くなった時、ちょっとした投機でかなり儲け、一生一人の生活にはこと欠かない見極めのついたのを機に職業も捨てた。それからあとはここのアパート、あちらの貸し屋と彼の一所不定の生活が始まった。今の話のうちの子供、それから大きくなって息子と呼んで話したのは私のことだと、港は長い談話の後で友よに言った。ああ、わかった。それで先生は寿司がお好きなのね。いや、大人になってからはそんなに好きでもなくなったのだが、近頃年を取ったせいかしきりに母親のことを思い出すのでね、寿司まで懐かしくなるんだよ。二人の座っている病院の焼け跡のひとところに支えの朽ちた藤棚があって、おどろのように藤づるが中から地上に這い下がり、それでも鶴の先の方には若葉をいっぱいつけ、その間から痩せた薄紫の花房が雫のように咲き垂れている。庭石のねじめになっていたヤシオのツツジが石を運び去られた後の穴の側に反面青黒く枯れて火の煽りの跡を残しながら反面に白い花をつけている。庭の端の崖下は電車線路になっていて、時々ゴーゴーと電車の行き過ぎる音だけが聞こえる。竜のひげの中の一発の花の紫が夕風に揺れ、二人のいる近くに一本立っている太いシュロの木の影が草むらの上にだんだん斜にかかってきた。友よが買ってきてそこへ置いたカゴのカジカが二声三声泣き始めた。二人は笑いを含んだ顔を見合わせた。さあ、だいぶ遅くなった。ともちゃん、帰らなくては悪かろう。友よはカジカのカゴを捧げて立ち上がった。すると、港は自分の買った骨の透き通って見えるゴーストフィッシュをもそのまま友よに与えて立ち去った。港はその後、少しも福寿司に姿を見せなくなった。先生は近頃さっぱり姿を見せないね。常連の間に不審がるものもあったが、やがてすっかり忘られてしまった。友よは港と別れるとき、港がどこのアパートにいるか聞き漏らしたのが残念だった。それでこちらから訪ねても行けず、病院の焼け跡へしばらく佇んだり、あたりを見回しながら石に腰掛けて港のことを考え、時々は目に薄く涙さえためて、また呆然として店へ帰ってくるのであったが、やがて友よのそうした行為も止んでしまった。この頃では、友よは港を思い出すたびに、
先生はどこかへ引っ越して、またどこかの寿司屋へ行ってらっしゃるのだろう。寿司屋はどこにでもあるんだもの。と漠然と考えるに過ぎなくなった。これで岡本かの子作、寿司は終了です。ありがとうございました。